どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、番組の編集スタッフが、独自の判断で選んだ恐怖の階段、皆さんにお届けしていきたいと思います。この企画ですね、今月から始めていきたいと思うんですが、番組の編集スタッフがですね、本当にもういろいろなこうね階段を見た中で、もう自分がとにかく怖かったと思った、もうそのね階段をギュッと集めてお届けいたします。ぜひねこれ続けていきますので、今後ともご覧ください。それでは皆さん、階段の世界ゆっくりとお巡りください。ありがとうございますって上から書いてたんですよ。だけ？だけ。へえ。さあ、階段というねちょっと暗い世界ですが、元旦からバッとお送りしていきたいと思います。皆さんね、今年もよろしくお願いいたします。というわけで、もうねこのチャンネルの新年一発目はもうこの方たち、もうこれ高齢化していきたいんですよ。去年も出ていただきましたね。えもう間違いなくね、新年にふさわしい、もう本当に今一番勢いのあるもうこれぞというね、もうキャスティングでバーンと、もうね自信を持って今年もこっからスタートしていきたいと思います。お階段巡り新年一発目はこいつらだ。どうも、トシボーイズです。お願いします。お願いします。いや本当にね、まずはね歌舞伎町が生み落とした悪魔消しますね。変わってるよ、はい、去年より悪くなってる。去年何でしたっけ。いや陰謀論の申し子でやらせてもらってる。だいぶ変わりましたよ。全然陰謀論話さないから。話さないね。そしてすごいですね、最近岡山はね、はい、あ岡山ね、千鳥ウエストランド俺早瀬でおなじみですね。いや俺、はい、お願いします。でもすごい盛り上がっていて、あのウエストランドさん優勝した瞬間にやっぱりあの岡山から連絡来ましたね、たくさん。どういうこと？僕に対して。え岡山からって、ね、岡山の人らから、住んでる人らからうわーって来て、でなんかなぜか僕に良かったねって来て、3人目のウエストランドみたいになってます。違う岡山に住んでる人でしょ。そう岡山の人らから、一発目岡山から連絡が来てって言ってるから。でも岡山からです、そんなもんは。いやもう どういうことかなってなるでしょ。いやあのね、人が住まないと、人が住まないと地名にならないから。岡山から来るんで、やっぱ状況としておかしいから。まあまあ新年からこうやんないでよ、ガチャガチャ新年初楽しいだろ。全然で、ね、でもあのボケにならないぐらい売れちゃってるから、大声出しても。そうなんですよ。今ですね、本当に早瀬お天狗説。いや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 、大天狗や。2023年にね、はい、やっぱり本当皆さんにちょっとこういいスタートをこの番組的にも切っていただきたいということで、はいはい、ちょっとじゃあお話しいただきたいんですけども、はい、2022年に体験した中で一番ゾッとした話がありまして、でまだ YouTube とかでは話してないので。話せよまずそこで。ねえ、そこで話してから次ここ持ってきなさい。いやいやもう、でもイベントではね1回2回話してるんですけど、うん、でも僕の中ですっごいちょっと強烈な、あ思い出としてイメージとして残ってる変な話があるので、うん、話させていただきたいんですけど、夏頃に DM が届くんですよ、はい、僕宛に。で DM を開放してるんで、いろんなところから、まあ、呪物引き取ってくださいだとか、こんな話があるんで取材してくれませんかとかって来るんですけど、なんかちょっと呼んでいくと普通じゃないんですよね。いわゆる怪談と違うんですよ、うん、それっていうのが、実はその人っていうのがかなりね、あの大企業で働いていて毎日忙しいんですよ。その中で4月か5月ぐらいにあのもう休憩と休みが欲しくってしんどすぎて、うん、で山登りが好きやから山登ろうって言って東北のある山を登るんですよ、うん、登山でかなり人気のところで、で登って行っていたら奇妙な祠を見つけるんですね、はい、なんだこの祠、気持ち悪いなって思って、まあ一応手合わしとくかって合わしてる時にふっと見たら、そこに賽銭箱とか、うん、あとおみくじがあったんですよ、うん、ええやん、おみくじ引こうって言って賽銭箱のとこにポーンと入れて、お金100円入れて、でおみくじふっと引くんですよ。おみくじ引いてなかったからな、1月忙しくって初詣も行けてないし、今年はどんな年になるんだろうって言ってふっと出したら、うん、大吉やらないな書いてるとかあるじゃないですか、あそこに墨で持って筆でありがとうございますって上から書いてたんですよ。だけ
だけ。あ、下には書いてるんです。その上から書いてるんですよね。あ、そうやって普通にこうなんかいろいろこう書いてあるおみくじのところに上からそれを消すようにありがとうございます、はい、だから何のこと書いてるか分かんないんですよ。ありがとうございますって達筆で書かれてあって気持ち悪くってぐしゃぐしゃってして捨てちゃったんですよ。ポーンと、なんだあれって思いながら、まあ、忘れよう忘れようって一人でまた登っていって降りる、下山して何やったのなと思いながら、まあまあ忘れてそのままお仕事を復帰するんですよ、うん、何日か休んで、そしたら仕事先行って、でまあ仕事してたらなんか分かんないですけど、あの山登ってから雰囲気がおかしいんです。自分に対するなんかよそよそしいんですよね。みんながみんなが、うん、なんか話してもはいはいはい分かりましたはいはいぐらいの、先輩も後輩もどっちもなんか自分に気を使ってる感じ、気持ち悪いなと思って、まあそれがもしかしたらすっごい忙しい時期に自分だけ有給取って山登ったからイラつかれてるのかな、にしてもこんなに長く私に対してこんなひどく言うかしらと、おかしいなと思いながらそのまま過ごしたんですけど、やっぱあまりにもよそよそしいし、なんかこそ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 話してるから友人に連絡しようと思って、その人京都で出身でもって京都で働いてる方なので、京都のまあ地元の友達に連絡するんですよ。ごめん最近こんなんがあってって愚痴言ってたら、その電話越しの友達も徐々に徐々に様子がおかしくなってよそよそしくなっていくんですよ。え、仕事先の人と一緒なんですよね、うん、あれと思って、で仕事先の人に言えんけれどもこの子には言えると、あのさっき話した仕事先の人と同じような、感じでもって私に接してきてるけど何かした私って言ったら、うん、いやって口ごもるんですよ。いや教えてよって言ったら、いや私らってそんな仲なのって逆に言われるんですよ。えはと思って、いやどういうことって言ったら、さっきからよそよそしいよってあっちから言われるんですよ。逆になんでって言ったら、いやだから相談だったらいつでも聞くじゃん、なんでそんななのって言われますよ、うん、だからなんでって言ったら、ありがとうございますって言わないで私にって言うんですよ。どういうこと。いやその人もポカンとしてて、ありがとうございますなんて言ってないよ、私らこんな仲良くってずっと電話とかしたのにありがとうございますってそんなに言われたら私気使うじゃん、やめてよって言われた時に、あ、そういやありがとうございますって返したやつって思い出すんですよ。確かに、え、気持ち悪って思って、で仕事先行くんですよ。で後輩捕まえて、あの申し訳ない変なこと聞くよって言って、最近私によそそしいけれども何か理由ってあるって言ったら、いやって言った、いやなんか教えてって言った、いや後輩だし私ら何にもまだあなたにしてないのにありがとうございますなんて言われたら困っちゃうんですよねって言われるんですよ。自分は言った覚えないです、全くありがとうございますなんて。でもまあ仕事先の人、あと友人、電話越しですけど、ありがとうございますってあなたが言うから私らはよそよそしくなりましたって言うんですよ。でも言った覚えなんて全くないんです。へえ。それが怖い、どうにかしてくれませんかって僕に来たんですよ。はい。なんだこの話と思って、これは面白いということで、その人が実際に行った東北の山登ったんですよ、うんうんうん、僕も登って行って写真もらってたから、その最初に行った祠も見つけたんですよ。で気味悪くて、確かに祠も、ただどこにもその賽銭箱はあるんだけれどおみくじ引く箱がないんですよ、うん、あれと思って、写真ももう全体写真撮って送ってないです、いや私の時ありましたって言って、あそうですか、うん、変だなと思いながら周りの人にちょっと話聞いてみますねって言って、まあ山があって下に坂があるんですけど、大きいその坂沿いに店が建っていて、そこの店の人話聞くんですよ、うん、こんなことがあってあそこでありがとうございますっていうおみくじ引いた、知りませんかと、知りません知りません知りませんみんな。その中でうどんをこねてるおばあちゃんいたんですよね、あるお店に。でそのおばあちゃんって知ってるかもって言われたんで行って、すいませんおばあちゃんお忙しいところって、ありがとうございますって言って、そのなんかそのおみくじに書いてたらしいと、それで怖いって言うてる人いるんですけどなんか知りませんかって言ったら、じゃあそれは一日番車だねって言うんですよ。知ってて、知ってる、一日番車って何ですかって言ったら、一日一万回感謝するで一日晩謝って言うんだよ。一日に一万回謝することによって徳を積むっていう教えがある、そういうものをこの山で信仰している人は確かに何人かいる。もしかしたらその人が書いて、まあそのおみくじなんか逃げたんかもしんないねって言った、あ面白いなその話、いいもん聞けたわと思って、次は京都に行くんです、はい、その人が住んでる場所ですね。で京都に行って、で
いろいろ話聞いていったら、そこでも一日番社の話は聞けるんですよ、うん、その町を白装束着てありがとうございますって大声上げながらずっとぐるぐる回ってる連中がいるって話聞くんですよね、うんうんうん、これはすごいなと思って、その時に仕事で三木大雲さんとはい、はい、ご一緒することがありまして、その話したらあのうちにも来ましたよって、そんな普通にやっぱいるんだね、いるみたいで、連休時に来たって言って、うん、連休時に来た時は親子だったって言うんですよ、うん、お母さんと娘さんで、お母さんがある日から娘が急にありがとうございますって一日に言い出して、何回も何回も言い出して、止まんないからどうにかしてくれ、取りつかれてるって言うんですよ。でもミキさんは一日番社を知っていたから、うん、いやそれは取りつかれたんじゃなくて信仰に近いから、うんうん、私にはどうもできませんって言って、でミキさん聞いた話だと、ありがとうございますって1万回じゃ足んないから、ありがとうございますって口で言いながら物で書くんですって。それで合わせて1万回行こうとしてたみたいな、娘がね、で怖くてどうもできないみたいな、でミキさんとこ来たんだけれどもどうもできないから申し訳ないけどって言って追い返したらしいんですよね。話だけ聞いて、実際こういう話ってあるんだたくさんって言って、でなんかそのちょっとじゃあちゃんと電話とかしてみようかしらってそこで思うんですよ。である時にまた連絡が来て、その人から元々の人から連絡が来て、うん、最近本当にひどいからどうにかしてほしいって言われて、またなんか話が進んでるんですよ、うんうん、ありがとうございますありがとうございますって私が言ってないのにみんな聞こえるとかって以外にも、夜寝てたら腰がすごく痛くなった、うん、なんだろうと思ってふって目開けたら、天井じゃなくて布団が見えたって言うんですよ。えお布団ですよね、自分が敷いてた、はいはい、掛け布団が見えたって。なんでかというと、知らず知らずのうちに布団から出て土下座したんですって。だから土下座したまま起きたから腰痛くって、布団見えるんですよ目の前に、はあ、土下座してる、あこれもしかして寝たままありがとうございますやってんのって思うんですよ。さ怖くなって、どうにかしてくださいこれ本当にもう怖いんですって、で街歩いてても振り向かれたりとか、私もしかして本当にありがとうございますって言ってないのに、知らないうちに言ってんじゃないかなと思って怖くって、そう一回電話して、じゃあ僕がありがとうございますってほんまに言うてるかどうかちょっと聞いてみようかなと思いまして、その人は言わんと電話するんですよ。はい、どうなったのそれ。電話してたら普通に話すんですよ、うん、今までの話、こんなんあってこんなんあってって言って、なんか女性で、で30代だったから若いんですよね、で話してて普通の人なんですよ、で普通に話してて京都弁混じってる感じで普通に話してたら、10時ぐらいになるんですよ夜の。したら急になんとかなんとかで、いやこれでも本当にお仕事がなんとかありがとうございますで、なんとかなんとかでねっていうお話の中にちょこちょことありがとうございます入ってくるんですよ。10時超えたぐらいから急に急に、多分1万回行かなきゃいけないから1日で、そこで急に帳尻合わせというか、そうどっかで無意識に、無意識でありがとうございますって言ってるんですよ。ありがとうございます、いやでも会社の人にもねこういう話があって怖いって言ったのにありがとうございます、本当に困っちゃってありがとうございますみたいな、ありがとうございますことが増えていくんですよ。ほう、しかもありがとうございますだけ標準語なんですよね。へ、京都の言葉やなくって、何やろうと思って、それ私も調べたんです。そしたらあの一日番社っていうのが出てきてね、僕言ってないのに一日番社あっちから口にするんですよ。一日番社というものがあって、で東北で流行っていて、ある山登ったらしい、その時に深夜までずっとありがとうございますって夜通し言ってて、朝まで言うありがとうございますって言って1万回達成したら、その棟梁が一日番社の腹を切って自害して、その血でありがとうございますって書いたらしいとかって勝手に言い出すんですよ。でその遺言みたいな遺書みたいなものを私が引いちゃったから、たまたまだからその棟梁の霊が私についてるんですよ言うんですけど、うん、現地行ってるけどその話全くないんですよ、知ってるはずじゃないですか誰かが、誰も知らない、だから勝手になんか言い出してるんですよ話を作り上げて、これはおかしな話になってきたぞと思って、ありがとうございますありがとうございますってずっと言ってるし、怖くなって言おうと思ったんです僕も、ありがとうございますって言っちゃってますよって、あ本人にもう指摘しようと、はい、で何かのタイミングですいませんって言って、何ですか、ありがとうございますって口にしてらっしゃいますよあなたがって言われて、いや私じゃなくあなたがって言ったら、はって言われて、意識ないんだ、かなり怒ってきて、私は本当にあなたを頼って連絡したのに助けてほしいってバカにするんですか、ありがとうございます、怖っ、本当に許せない、あなたは血も涙もないですね、ありがとうございます、許せない、あなた絶対に許さないからな、ありがとうございますって言って、怒りながらありがとうございますって入ってきて、これさすがにちょっともう変だなと思って、その時は僕はもう怖いじゃなくって、なんでこんな言われなあかんねんって前になってたんですよ。
なんでこんな叱られなあかんねんって、勝手にかもしんないけどあなたが言うから東北行って京都も行って話聞いて電話もしたってんのになんでこんな怒られなあかんねんって腹立ってきて、復讐したいに変わってるんですよ僕もなんかで、ちょっとおかしいけどね。一回これあの復讐したいってあの相方さんおっしゃってますけど、これ大丈夫ですか？通常運転。通常運転、ね、はい、でも腹立ってきたんです本当に、はい、腹立ってきてどうやって電話を切ったらこの人苦しめられるだろうと思ったんですよね。苦しめられるだろうか、腹立たせられるだろうって思って。通常運転です。通常です。通常です。怖い怖い怖い。 ありがとうございます、ありがとうございます。怖い怖い怖い。でまあその時にどうやったらいいだろうって、電話を切る瞬間に言ったろうと思って、こっちからありがとうございますって逆に言ったろうと思って、でも本当に忙しい中本当にありがとうございますって切ったんですよ。スッと切ったらそっからも DM でうわーっと、お前みたいなあの血も涙もない人間は犬を飼うなって言われたりとか関係ないよね。ペット飼ってもすぐ育つみたいな、子供産むな、子供を産んだらその子供は邪悪に育つみたいなことすごい言われて、いろいろなんかちょっと指摘というか変な、おかしいんですよ、なんかちょっと変で、うわーと言われて腹立って、なんやろうなこの人と思ったら、もうずっとそこにもなんかいろいろぐちゃ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 言われたんですけど、でも結局この話って何なのと思ったんですよ。本当に取りつかれたのか、それとも一日番車っていうところにこの彼女が組みしていたのか、何にも分かんないんですよ。そうですね、そうなんです、そうなんです。でその後おみくじを引いたところからじゃないですか。そうなんですよ、ね、だとしたら。でもおみくじはどこにも見当たらなかったんですよ。あーってなるともうそこすら分かんないもんね。そうなんです。だからこのスタートってどこなのっていう、本当に一日番車に入っていたのか、それとも本当に引いたのか、たまたまもう本当に何十枚も入ってる中から1枚本当に引いちゃったのか分かんないんですよ。それってこれって何なのっていう不思議な話をまあ取材してっていう、すごい話。しかもその最後取材して足運んでってこの厚みが、でこの一日番車って僕も聞いたことがあって誰かから教えてもらったんだけども、まあさすがにやろうとは思わなかったけど、それを言うことでなんかその波動がとか、その言葉がどっかの国の言葉に似ていて、ありがとうってやっぱ言うといいんだみたいなことで、1万回言うと自然とこう運が上向いていいことが起きますよって教えじゃないですか。はい、やっぱ耳入ってくるんですよね、でそういうことだけでいいんだと思うとちょっとやってみようかな、そうっすね、暇な日があったらぐらいにやっぱ思っちゃってたんですよ。思っちゃいます、思っちゃいます。なんかそういうところで何かそういう情報を受信してやり始めた方の末路の一つっていう感じなんですかね。そう、これ日本だけじゃないんですよ流行ってんの。中国でも流行ってて、中国でもあるチャットがあるんですよ。一日番車って名前じゃないんですけど、あの感謝をずっとそのあるチャットがあって存在してて、そのチャットで感謝の言葉だけをずっと流し続けるっていう、これで1日1万回言いましょう。あとやってる人のブログもあります、1日番車ので。その人結構結果いいこと起きてるの？いや分かんない、いやその自身はちょっと困ってます、なので他の人は分かんないですけど、そういうのがあった。とある芸能人もやってて、中国の？いや日本の。おかしくなっちゃいましたねその人は。まあそれもね、うん、ある人から聞いて、あるその情報通な島さんも知ってる人から聞いて、あの人もやってますよって言われて、その人どんどんおかしくなっていってるんで今。ちなみに僕の知ってるその話を教えてくれた人もそれをやってますって言った方、ちょっと、あ、じゃあそうだおかしなことになっちゃいましたじゃあ同じだ、僕もだって島さんの知ってる人ですもん、だってその、おかしくなってる人も。え、ありがとうございますやめなさい本当に。え、どうこの話。うん、いや、あの、ね、あ、喉ごぼうやん。ちょっと失礼します。はい、あなたのターンですよまだ。あ、僕のターンです。僕のターン。どうですか今の話。いや、僕もね知ってる人いるんですよ、やってる人が。でやっぱその人はあんま言うとあれなんですけど、うん、格闘家でそれをやってる人がいて、あ、そう、結構有名な方なんですよ。その人もなんか格闘技をやめてからちょっとあんまり何ですかね、いわゆる正当なあの格闘技の関係者の方が行くような道には行かなかったですね。だいぶと尖ったあの道に行ってるんで。いや俺今聞いてすごく思ったのが、 ありがとうですよまさに言葉、あのまあ、これゴルゴ松本さんがねおっしゃってて、ああ最初いいなと思ってたんですよ。今ももちろんいいと思ってますけど、あの苦難とか困難とかね、あの難難しいっていう字、これすごい嫌じゃないですか。でこんなの嫌なんだけど、じゃあこの難がない方がいいよねって思うけど、難がないと書いて無難っていう字になると、無難な人生なんか面白くないよね。じゃあ難があるって何だろうか、ある難と書いてありがとうなんだっていう、
だからこういうね苦難困難今あって大変なんだけども、この困難に打ち勝って工夫してこれを乗り越えた時に成長できるから結果ありがたいということになるんだ、だからありがとうってそういう意味があるんだ、素晴らしいんだって言われた時にすごくいいなと思ったんですけど、ただやっぱ結局なんかありがとうっていうことは何か困難がやっぱり順風満帆ではなく少し障害とか苦しいことがあってそれを乗り越えて成長できるっていう意味があんのかなってちょっと思っちゃったんですよね、ってなった時に自分からそれを言い続けると、まあ今のね話だけだとあれかもしれないですけど、なんか僕らの周りでそれやった人ってみんなちょっと困難な道行ってますよね。なってます、苦難をこう本当になってます、そうそうそう、だからそれでいい方っていうか、そう寄せつけちゃってるような逆の呪文になっちゃってるなと思って、悪いもの逆に難がある難があるっていう風に、あ確かそうですね、それを超えた時にまた感謝をするけどまた言うかなっていうことですか、そうそうそう、うん、でさっきのその早瀬とその女性との電話のやり取りがまさにそれで、なんだっけ、そのなんであんなことそんなこと言わなきゃいけないんですか、ありがとう、本当あんたなんて鬼みたいな人ですね、ありがとうって、まさにそうじゃん、言ってます、すごい言われてんだけどでもそんなこと言ってくれてその苦難を与えてくれてありがとうってなんか言ってくるみたいな、だからそれがなんかすごい変になんか怖くて、最後まで気が付いてなかったんですよ、言ってるってことでしょ、ありがとうございます、気が付いてないです、全く気が付いてない感じで本当に怒られたんで、ちゃんと、今短く話します1時間ぐらい怒られてますから、僕相当怒ってましたよ、ちょっとだからやっぱり普通じゃないことになっちゃってますよね、いやだからまあね本当にそれがパワーがあるのかもしれないので何とも言えないですけど、やっぱり距離感って大事で、もうぐーってのめり込んでる時はちょっとね自分が危ないかもしれないから、そうですね、冷静な目線持たないとなって話ですよね、いやーすげえ話、ありがとうございます、ありがとうございます、え今あなた言ってないですよ、今あなたありがとうって言ってましたよ、言ってないですよ、え言ってましたって、言ってない言ってない言ってました言ってました、あのね忙しい時期に来てるわけいやそれはおかしいでしょ、あもうこんな18時に集み一番忙しい電車もありがとうございます、でも言ってたから言ってた、今本当に言ってたから言ってない言ってないすごい言ってた、言ってたから言って全然言ってないです言ってないですいいよありがとう、今度もやめて、ありがとうございます、ふざける話でもないよ、そうでした、気をつけてください、未だに怒ってますから怖いんだよ、そうでお互いにじゃあそれ始めてみようかっていうアイコンタクトして、とりあえず始めてみたんだけど、結構不安でしたよ、いや僕も不安でした、みんな不安です、初のコンビみんな不安です、でもねこういった困難を乗り越えたらねやっぱりね成長が待ってますんでありがたい経験でしたね、本当にね、ありがとうございます、はい、というわけで新年一発目恒例の都市ボーイズね来ていただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、都市ボーイズのねチャンネル、もう宣伝の必要一切ありませんけどもね、いやいやいや皆さんぜひですねチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします、なんかお知らせ他にもいっぱいありますよね、まあグッズとかもねめちゃめちゃ、そうます、ね、あのずるいのがさ、なんか都市ボーイズのグッズっていっぱいあるんだけど軒並みおしゃれなんだよね、あでも僕全然そこ携わってないから多分おしゃれなと思います、岸本だけでやってるんで、なんかそうそう、だからなんか普通にもちろんこう着てもおしゃれだし、なんかあんまりこう都市ボーイズって好きな人も着てもいいけど都市ボーイズ看板も出てないかったりもするから着やすいんだよね、そうですね、もうあのどんどん送るんでこっちでも来てください、いやいやあの送るんでって言いながらあの最初のあのうさぎのあの T シャツ以降ずっと、まあ、買うとは言ってるけどあれ以降ピタッと止まってますんで、3、4年前のそうですよ、だから一緒になるイベントずっとあれ着てるから俺冬でも俺らよりなんかスレスレの T シャツ着てますね、透けてるようなやつボロボロの時々俺着てんのにお前着ない着てない時あるから着ろよみたいなありますよ、ね、いやありがたいです、本当また送るんで、いやいやさあ今回すごく嬉しいです、ね、一流の、はい、怪談師の方来てくださいました、お久しぶりです、村上ロックさんです、お願いいたします、はいよろしくお願いいたします、村上ロックです、ありがとうございます、いや嬉しいですね、いやいや、まずね、あの見た目はねあの変態みたいな感じですけどもねあの怪談の方間違いなくトップクラスで、いやものすごいあの入りにくいですよそれで見た目変態っぽいですかやっぱ、ね、リアクション取りづらかったでしょ、はい、ね、はいすごいことですから、はい、だってちょっとね
自分のこのいろんなこう信念なんかがあって、賞レースとかは参加されてないんですけど、参加されたら間違いなくね、そのタイトルをね手にするんじゃないかってみんなおっしゃってますし、あと去年一昨年でしたっけ、はい、これは番組であったんですけども、ムーのね冠がついた番組があって、その時の、ムーワングランプリ、名だたる怪談師さんが出演された時は、それは一応ね賞レースじゃないからってことでこう出られたんですけど、はい、もうねたくさんのすごい怪談師さんを抑えてもうダントツの優勝、いや本当にありがたいことです。本当に現場にいましたけど、やっぱすげえ話でしたもんね。確かにね、ちょっと僕自身持ってる話の中で一番気になるお話ではありましたね。でなんとですね、今回そのムーワングランプリで見事優勝、ダントツの優勝に輝いたというそのお話、今回披露していただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや本当に楽しみにしていただきたいですね。でもやっぱりね、もう長年ねオカルト界のトップをね牽引しているムーという冠がついたその大会のねタイトルですからね、やっぱりこう本当に名誉はすごいですから、本当にね、ありがたいです。さあ今日はねそんな天下を取る怪談、ぜひね楽しみてますんではいちょっとはい頑張りますなんかすごいハードル上げてくるなと思って。あれでしょ、天下をね取る怪談師の、チャンネルもありますもんね。はい、僕のね、はい、そうです、すごいチャンネルですよね、はい、村上ロックのロックオンエア怪談話のお時間ですという、YouTube チャンネルやっておりますので、皆さんぜひチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたします、ね、タイトルダセーな本当になんで毎回言いますね、それね、いやいやいいんです。そしてスリラーナイトの方もね、そうなんです、はい、僕が所属しております、怪談ライブはスリラーナイトの、YouTube チャンネルもございますので、皆さんぜひこちらもチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃちょっと、はい、いいですか、本当僕も今まで聞いた中でもマジでトップクラスにねっていう話だったので、ぜひちょっと皆さんに聞いていただきたいんですよ。はい、はい、これね本当に今おっしゃったみたいに、僕自身僕の持ってるお話の中で一番気になってるお話なんですよね。はい、でこれも今から数年前のことになるんですけど、ある土曜日の深い時間、以前からのスリラーナイトのご常連の男性がお友達を連れてこられたんです、うん、でロックさん今日ねこの人初めてなんですって言ってお二人は最前列に座られて、うん、でライブ終わった後に僕この初めて来られたお客様のとこ行って、で階段って興味ありますって聞いたら、この男性がすいません僕ね今まで正直階段って全く通ってこなかったんですよ、うん、だからねその特に興味持ったことってのはないんですけど、ただ僕いまだに自分の中でどう処理していいのかわからない体験があるんですって言って話し出したんです、はい、でこの方っていうのが48歳の方、うん、でこの方が19歳の時の体験なので男性の方ですか。男性の方なんです、はい、もう30年近く前の出来事、うんうんうん、で時代はっていうと1989年、うん、でちょうどねその頃日本の中でこの若者の中でバンドブームというのが沸き起こって、ええ、みんなこのエレキギター持ってた時代です、でパッと見でこの男性もそうかなと思ったんですけど、今でもバンドをされてる方だって、で当時からねもうギターに夢中になって、でご自身おっしゃってましたけどもうそこも相当悪い方だったちょっとやんちゃしてたんですね、もう学校なんてろくに行かない、うん、毎日バイク乗ってるかバンドやってるか、そんな青春を送ってたそうなんですけど、この男性物心ついた頃から非常に仲のいい幼馴染男友達がいまして、で当時彼もこのね男性と同じでバンドに夢中なんですけど、この幼馴染はこの男性と違ってねすごく素行がよくって勉強ができて、でいい高校からそのまま国立の有名な大学に入ったと。でそんな幼馴染のことをこの体験者の男性も非常に自慢に思ってたんです、うん、ところが、はい、19歳のある日、ええ、この幼馴染が自分で運転していた車で事故を起こしまして、はい、でフロントガラスに相当強く頭部を強打して、でも本当にね痛ましい話なんですけど、要は頭蓋骨が割れてしまって、ええ、で中から脳が飛び出した状態で即死だったって言うんです。でもねその知らせを受けた時この体験者の男性現実を受け止めることができないんです、うん、でその感情が怒りに変わったと。怒り、うん、なんだそれと、
あいつ俺と違って勉強もすごくできていい大学入れてもらったのに、なんだこの結末全然笑えねえって言って怒り狂った、うん、もう残酷なものでね、時間が経つにつれて次第にその感情も薄れていく。で、幼なじみ亡くなって数ヶ月経った頃、まあ、この男性組んでたバンドがちょっとした理由で解散しまして、うん、でも俺もう一回バンドやりたいなと思ったんで、ある音楽雑誌を買ってきて、でその最後のページ開くとメンバー募集の広告が出てる、うん、でそれ上からずっと見ていくと、自分と同い年19歳の女の子がボーカルをやってみたいってのを見つける、うん、あ、俺女の子とバンドやったことないなと、うんうん、でこれでね、もし会って可愛い子だったら俺付き合えるんじゃないかとね。でそんな下心もあって連絡取ってみましたら、相手の女の子も非常に乗り気なんですよ、あ、私もぜひそのバンドやってみたい、じゃあ今度一度あなたに実際会ってみたいんで、うん、今一旦電話を切って、でスケジュール確認してかけ直すねと、うん、でこの男性もねワクワクして待ってるんですけど、いつまで経っても折り返しが来ないんですよ、あ、やっぱり気が変わっちゃったのかなと思ってたその日の真夜中、この男性の自宅の黒電話が鳴るんです、はい、で出てみたら昼間の女の子なんですけど、うん、ものすごくテンションが低い、で、あのすいません、私正直まだあなたにお会いしたこともないですし、昼間ちょっと電話で喋っただけなのにこんなこと言うと冗談だとかいたずらだって思うかもしれないんですけど、今から私が言うことを本当の話なんです、あのあなたの周りで最近頭を強く打って亡くなった方いませんか、夜中に会ったこともない女の子からこんな電話かかってきたら、まず思うのは、あ、ちょっとやばい子だな、あで下手に関わっちゃまずいと思ったんで、うん、お頭だったらね俺毎日ぶつけてるよと、いいえそういうことじゃなくて、これ本当の話です、あなたの周りで頭を強く打って亡くなった方いませんか、そこまで言われてようやく幼馴染のことを思い出す、うん、ああ一人いるっちゃいるけど、そうですよね、その方あなたととっても仲の良かったお友達ですよね、その方今私の部屋にいるんです、え、君何言ってんの、いや本当なんです、実は私昔からこういうことがあって、亡くなった方の意識が私に入ってきてメッセージを伝えてほしい、そういうことがあるんです、で今日も昼間あなたとの電話切った直後その方の意識が私に入ってきて、でその途端もう頭が割れそうなぐらい痛かったんです、だから折り返しができなかったんです、その方あなたに伝えたいことがあるそうなのでどうか後日会ってください、場所は東池袋の中央公園、そこに昼間来てください、はい、でこんな電話かかってきたってね、にわかに信じることなんてできないんですよ、うんうんうん、なんですけどやっぱり幼なじみのこと言われてますから、はい、指定された日に騙されたつもりで池袋に行ったそうなんです、うん、と遠目でもあの子かなっていうちょっと派手な格好の女の子 で、あなたですかって言ったら私ですと、で今日来てくださってありがとうございます、でこの前電話でお伝えした通りあなたの亡くなったお友達があなたに伝えたいことがあるそうなんです、その方が亡くなった時あなたとっても怒ったんじゃないですか、怒りの感情を持ちませんでした、でもねそうじゃないんだと、俺ある日突然死んでしまったけどお前が言うようなそんな軽い気持ちで死んだんじゃない、それだけは分かってくれ、そう訴えてるんです、あ、そうですか、あいつがそう言ってるんですか、あいつ今どこにいるんですか、はい、今あなたの隣にいます、あなたに向かって一生懸命手を合わせてます、へえ、あ、そうですか、じゃああいつが今ここにいるんですね、わかりました、じゃあ俺からも伝えたいことがあります、言ってやってください、あのもう二度と出てくるな、え、お前の気持ちはよくわかった、でもな、手を合わせたいのはこっちの方なんだからもう何にも心配しないで成仏してくれ、そう伝えてください、はい大丈夫です、今ちゃんと横で聞いてますよ、
でもしよかったらその方の仏前に生前好きだったものを備えてあげてください。でこういうものが好きだったんじゃないですかっていくつか挙げるんですけど、全てピンポイントで当たってるんです。でそこまで聞いた時に、あ、この子が言ってることは本当なんだ、うん、じゃあ本当にここにやつがいるんだ、まあ、そう思ったらね、やっぱりこうぐーっと込み上げてくるものがあったそうなんです、はい、でここまでを話してこの男性が、これいい話ですよねって言うんです、はい、で、いや僕もね今聞いてちょっとグッときました。そうですね、そうなんですよ、ここまではいい話なんです。でもね、僕この後の展開でゾッとしたんです。まあ、ここまでの下りがあって、最後にこの女性が私に何か質問ありますかって聞いてきたんで、とっさに、あなたはなぜそういうことが分かるんですかって尋ねた、はい、とこの女性、はい、実は私んち代々そういう力があるんです、うん、じゃあ君のお母さんもおばあちゃんもそうだったの、はい、私の祖母もさらにその祖母もさらにその祖母もさらにその祖母もずっとそうなんですって言って、この女性自分の生い立ちを話し出したんです、はいはいはい、でこっからがちょっと信じられないような話なんです、はい、この女性群馬県の山間部にあるとある隔離された集落で生まれ育ったって、はい、でこの集落がいつから隔離されてたのか彼女自身はっきり知らない、うん、ただ知る限りでは江戸時代の頃にはすでに隔離されていた、はあ、じゃあなぜ隔離されてきたのか、うん、これが問題なんですけど、はい、この集落で生まれた人間ってどういうわけか生まれながらにして普通の人間にはない能力が備わってるそうなんです、例えば、はい、目の前にあるものを手を使わずに動かすことができるとか、でもねそんな人間ばっかりだったらこれ周りの世界から見たら脅威でしかないんですね。そうですね。なんですけどいつの時代もこの力を政治利用する権力者もいた、なので現代に至るまで生かさず殺さずで狭い集落に隔離してきた。じゃああなたもそういう力があるんですかって言ったら、いえ今はないんですけど、ただ私の場合は子供の頃目の前にいる人の頭の上にこのぐらいの大きさの風船のような球体が見えたんです、うんうん、で私それが子供心にすごく面白くって心の中で割れろって念じるんです、うん、とそれがパチンと弾けて次の瞬間その人膝から崩れ落ちて死ぬんです。ちょっと待ってください、じゃああなたその力を使ったことがあるんですか、はい、私それで子供の頃8人の人間をでもその力が強すぎるっていうのが集落の村長に知れてその人の屋敷の一室で1週間監禁されたんです。その間にその力なくなったんですけど今でもわずかに残る力で死んだ人を見ることはできるんです。でね、こんな話するとみんなギョッとするんですけどこれ意外と誰にでも当てはまるんですよ。え、どういうこと？例えば、はい、あなたの周りで初めて会ったにもかかわらずすごく気が合うなって人いませんか？います。それはその人の後ろのものとあなたの後ろのものが惹かれ合うからです。へえ。じゃあ逆に初めて会って喋ったこともないのに気が合わないなって人いませんか？います。それは後ろの者同士が反発するからです、うん、人間って大抵陰か陽の性質でできてます、はい、でこれが陰と陽であれば惹かれ合うんですけど同じ性質同士だと反発するんです。あ、陰と陰とか陽と陽がダメなんです、はい、磁石みたいに。そうらしいんです。じゃあ最後にあなたの周りで誰からも好かれる人っていませんか？います。その人が一番危ないです。え、その人の後ろにいるものって死神なんです。その性質の人間は陰の性質の人間も陽の性質の人間もどちらも殺すことができるんです。
30年近く前初めて会った女性にそんな話聞かされたそうなんですが、あの時の彼女の口ぶり、その説得力ってとてもじゃないけど嘘とは思えなかったっていうんです。という話を僕数年前あるお客さんから聞かせてもらって、でよくねスリラーナイトでも話してるんですが、ある晩来られたご常連様にこの話をしたんです、はい、でその方ライブ終わって店内明るくなった途端に携帯を取り出して、うん、隔離された集落って検索したんですと、ね、これもびっくりしたんですけど、はい、日本全国47都道府県中46都道府県に隔離された集落って存在するんです、ただ1箇所だけ出てこない土地があるんです、はい、群馬県なんです。こうなった時に逆に信憑性を増すというか、もしかしたら誰にも知られちゃいけない集落、そんなものが群馬県に存在するのかもしれないなと。信じるか信じないかあなた次第ですという特殊能力というお話なんです。やっぱにわかには信じがたいんですけど、はい、なんかその今お話を聞いた時の状況なんか思い浮かべると、なんか信じざるを得ないような説得力があるような、でこれね、あの群馬からよく来られるご夫婦のお客様にも話して、これどこのことか分かりますかって言ったら、お二人揃ってはい分かりますと。分かるんですか。ただねロックさん、これ昔からですけど、群馬でもその集落かその周辺の人しか知りませんと。部外者がその土地の名前を口にすることすら許されてないんです。だから私たちももちろん名前は言えません。ただヒントです。今その集落は存在してません。ダムの底に沈んでます。へー。でねロックさん、これあまり人が多いところでしない方がいいですよと。この話もしお客様の中にその集落出身の人いたら、これ本当に大げさじゃなく可能性ありますとって言われたんですけど、僕いろんなところでこれ話してるんですよね。いやもしかしたらね、その一族の中に風船をねパーンと破裂させることができるような方がいるかもしれないです。そうなんですよね。そうなるともう逃げ場がないですよね、でこれねあまりにもちょっとその荒唐無稽というか、あなんかサイキック漫画みたいな世界じゃないですか、はい、でも僕この話の中でカットしてる部分もあるんですよ。カット、あまりにちょっと漫画っぽいというか、もうそのね女性、能力持った女性が村尾さんところで監禁されて何してたかっていうくだりがあったんですけど、1週間監禁で能力がなくなったって言ってましたよね、はいはい、その時されてたことっていうのが、その村尾さんの長老がね細長い半紙を何枚も持ってきて、それを手に取ってこう指でなぞるらしいんですよ、はい、その後から半紙に黒い梵字がボンと飛び出すらしい。それを壁天井ベタベタ貼ってその部屋で1週間監禁されたって言うんですよね。もしかしたらそれにその力が吸われたのかな。あただあまりにも本当かよっていう話じゃないですか。いや隔離された集落、地図に載っていない村とかっていう都市伝説いっぱいありますよね、はい、例えば僕の長野県地元なんですけど、なんでここに人住んでんすかこの集落、はい、山のすごく上とかっていうとあったりするんですよ、はいはい、で、まあ、もちろん、まあ、昔ですからね、まあ、そのみんながこう歩いた旅をするときにやっぱり山を越える峠の上にもそういう宿場町がないと、うん、みんながねそこで休憩したりとかご飯食べれないからってことで、うん、そういう宿場町としてある場所もありますよね、はい、ただそうじゃなくって、例えばある戦で負けた、うん、一族たちが隠れ逃げ延びてきて、はい、ひっそりと暮らしてたっていう、うん、でそういう場所もやっぱりこう見つかっちゃいけないから本当にこう山あいの、はい、人が住まないような場所にひっそりと住んでて、でそういうところってやっぱりこう人が入ってくるとみんなで監視し合って、でもしかするとその人が外に出て情報を漏らさないようにってことがあったかもしれない、うん、はい、そういう隠れた集落ってありますけど、今回は違いますもんね。そうなんですよ、ね、能力者集団だから、はい、それをそこにグッてこう一つにこう留めておいて、うん、時の権力者が利用していたっていうってことなんですかね。まあぶっちゃけ僕
大体の場所はどこのあたりかって教えてもらいました。群馬っていうと例えば、まあ、全然違うと思いますけど、あの榛名神社とかね、はい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 、あの有名なパワースポットなんかもあるじゃないですか、はい、山の上の方にあって、はい、僕もねすごく気持ちがいいなって場所だったりもしましたが、はい、とか、まあ、山多いですよね。多いですね、うんうんうん、何かでもやっぱ今でもあまりこう人に知られないようなものってのはあるのかもしれないですよね、まあ、ただ今現在はダムの下に沈んでしまってるわけですもん、はい、すごいお話でした。あと改めてロックさんお話めちゃくちゃお上手ですね。いや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 、そんなことはない。もうすごいですね。いや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 、ずっと引き込まれちゃって結構長尺で伝えるのが難しい話だと思うんですけど、さすがでした。いやありがとうございます。いやぜひ皆さんね、まあ、こういった話200本以上、はい、上がっております、チャンネルでお願いいたします、はい、村上ロックのロックオンエア怪談話のお時間です、はい、というチャンネルなのでね、あのチャンネル名ダサいんですけど中身すごいですから、うん、皆さんぜひねそこで諦めずにちゃんとそこ乗り越えていっていただきたいですね、はい、そうです、はい、そこさえクリアすればね、ダサくないですかまあまあまあね、はい、あとスリラーナイト、はい、はい、スリラーナイトの、YouTube チャンネルもありますので皆さんぜひよろしくお願いいたします。概要欄貼っておきます。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今回も大阪から来てくださいましたネオホラーラジオよりコウタさんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたします。ありがとうございます。いつもあのワッターさんとお二人でね、はい、あのこうラジオ感覚というか、はい、おしゃべりのみでねやられてるんですが、はい、今回はコウタさんのみ来ていただいたということで、はい、本当に大阪からありがとうございます、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます皆さんですね、ネオホラーラジオさん、まあ、本当にオカルト全般いろいろ扱っていて、はい、中でもねあの事件未解決事件のね見解なんかも、はい、本当にこうなんか独特というかそういう切り口なんだとかっていうね、はい、多分その辺も大人気ですよね。そうですね、ありがたいことに大変再生されてるというか、まあ、再生していただいて見ていただいてます。なんかそのオカルト関係でも怪談も都市伝説もそういった事件系もやられてますが、はい、甲田さん自身は何系が一番お好きなんですか。そうですね、なんかこう系統がこれっていうのじゃなく、やっぱなんかどっか怖いなって自分が思うゾクッとする感覚が好きだったり、まあ、それは別に幽霊に限らずですよね。そうですね、人の怖さもあるし、はい、なんでこんなことしたのとか、はい、こういうことになるのとかっていう、はい、あ、その俗を大事にされてるわけですね。あ、それは結構あるかもしれないですね。あ、ってなりますとね、今回は、はい、じゃあどんなゾクッとしたお話、聞かせていただけるんでしょうか。まあ、今回も視聴者さんからいただいた情報になるんですけど、はい、まず始まりがツイッターの DM だったんですけども、ツイッターの方にチャンネルのネオホララジオというアカウントがありまして、そのアカウントの方に、視聴者さんから DM をいただいた、うん、そこに書いてある内容が少し変わってまして、普段は体験談とかが多いんですが、うん、あのコウタさんに行ってほしいお店がありますっていう内容だったんですお店、はいはい、でどういうお店だろうと思ってその下読んでいくと、60代70代くらいのおばちゃんがお一人でされてる個人経営の居酒屋だと、うん、でまあこじんまりとしたお店で、場所は大阪にあるっていうんですよ、うん、で僕も大阪住んでまして、でお店も大阪で、この情報をお送りいただいている方も大阪にお住まいの方だと。で、まあ、それだけ見たらただの個人経営の大阪にある居酒屋になっちゃうんですけど、うん、なんでそんな行ってほしいかっていうと、そのおばちゃんが、すごい霊視ができると。へー。でその霊視がもうすごすぎて、うん、もうその人の過去とか未来とか含め悩みだったりそういうのを全てこう見通せるんだって言うんですよ。で僕がなかなか霊感がないだとかそういう話もしてたんで、うん、そういう人と会える機会なんで行ってみてくださいっていうような内容だったんです、はい、で場所とか書いてあったんで調べてみたんですよ、うん、ネットで。そしたら出てこないんですよ。ほう、あれと思って、でまた詳しく聞いたんですよ。でちゃんと店名も聞いてで調べるんですけど出てこないんですよ、はい、えと思って行ったことありますかって聞いたんですよ。そしたら
その方も行ったことはないと噂で、はいはい、で行ったことないのになんで知ってるんですかって聞くと、うん、その情報の投稿者さんが、友人から紹介してもらったと。なるほど、はい、で友人からちょっと行ってみてよと、もうほんとすごいからと、そこのおばちゃんがもうほんとすごくて霊視があって、で行ってみてよ行ってみてよって言われるんですけど、その投稿者さんはあの主婦の方で、うん、まあ、お子さんがいて旦那さんがいてってな状況で、一人でその個人経営の居酒屋に入っていくみたいな、なかなか難しいと、うん、なので代わりに行ってくれませんかっていう連絡が来たんですよで、なんか気にはなるけど、ええ、自分もこう一人でなかなか行きづらいなっていうのもあって、うん、ちょっとこうなったらちょっと道連れというか、よかったら、じゃあよかったら一緒に行きませんかって返したんですよ、その投稿者の方と、はい、はいはいはい、まあ、なかなかないんですけど、うんうん、それを言ってみたら、はい、いいんですかぐらいの感じで返ってきて、あ、もう本当にじゃあ行きましょうってなって、で行きましょう行きましょうってなったんですけど、ちょっと悩みがないと、2人とも、はい、っていうのもそのなるほど、はい、過去に起きたこととか未来のことを見てくれるけど、まあ、その悩みであったり見通せるって話だけど、僕もその投稿者さんも悩みがないってなったんですよ。でどうしようってなって、なんかないですかって僕も全然本当になくて投稿者さんになんかないですかって聞くと、まあ、過去にはいろいろあったと、うん、その旦那さんがすごい借金があったとか、なんかその元彼がめちゃくちゃ宗教にはまってしまって、はい、でこうなんか辛いこととかなんかいろいろあると、うん、なんかよくわからん呪文みたいなのを唱え出したりしたと、でそれがあって別れたりとか、うん、そういうのがあったんだけど、もうその今に引きずるようなことがない、その旦那さんの借金返したし、はいはいはい、元彼とも別れたから、そういうのがないんですってなって、でどうしますってなったんですけど、なんか逆にちょっとでもこの状況の方が面白いかなって思う部分もあったんですよ、うん、っていうのもその何でも悩みやったり何やりを全部見通せるって人の前に何にもない人が立った時に何を見るんだろうって思ったんですよ、はい、それが気になって、うん、じゃあもうこのまま何もない状態でいきましょうよっていうのでこう意気投合して、はい、ああそうしましょうってなって、逆にその今日からお店行くまでの間に変な悩み作らんといてくださいねみたいな感じで悩みをね、はい、はい、でじゃあ行きましょうってなって日を決め、うん、でお店に向かったんですよ、うん、でいざお店の前まで着いて、あ、ここですって、本当に店は実在したんです。あったんですね、はい、一切情報出てないのにね、はいはい、っていうのは地元にあるお店なんで、まあ、一応場所は知ってたと、うん、でここですって言われたんですけど、見ると本当にここっていうようなお店で、もうその看板が出てるわけでもなく、なんかそののれんがあってそこに店名がバンって書いてるとかそういうのも全くなくて、うん、本当に何も知らないでパッて見ると、なんかすっごい玄関が明るい家って感じなんですよ。一軒家みたいな感じ、ちょっと古めの一軒家でも玄関が明るいっていうぐらいの、はいはい、普通にやっぱお店とは思えませんよね、はいはい、でお店と言われればお店に見えなくもないぐらいの、なんかちょうど中間ぐらいの感じで、ただなんかここに今から入っていくんだと思うとちょっと怖いというか緊張感があるはい、はい、でなんか店の、まあ、一応ジャラジャラしたやつはまあかかっててちょっとこうくぐるようなやつね、はいはい、のれんではないけどもっていう、はい、まあ、それだけが唯一お店感を出してるっていうのがあって看板もないですもんね、はいはい、で大丈夫かなと思ったんですけど、もう来ちゃったんで入るしかないということで、うん、店ガラガラって開けると、本当にこじんまりとした内装、うん、カウンターが6席しかなくて、でカウンターの向こう側にはその6、70代のおばちゃんがいる、うん、でそのカウンター6席が3席埋まってたんです。へえ。で、おそらくまあ常連の方なんですけど、はあはあ、3席埋まってて、で僕らが入って投稿者さんが「あの予約してた〇〇です」ってこう名乗ったら「あんたか」みたいな「あここここ」みたいな「早座って」みたいな「そんな入り口立ってないで早座って」みたいな、もう、こうザ大阪のおばちゃんみたいな感じの、うん、もうすっごいハキハキした感じで、なんかちょっと怖いぐらいの感じで「もうここここ早座って」みたいなんで。言われたんで、あーはいって言って、まあ、座ったと、うん、でパーって見てみるとメニューがないんですよ。え？で、え？ってなって、なんかちょっと怖いなと思って、なんかすごい金額請求されても困るなとかいろいろあったんですけど、メニューなくって、うん、ただその先にいた先客の3名が普通に飲み食いしてるんで、うん、どうするんだろうと思ってたら、そのタイミングで飲み物は？って聞かれたんですよ。で僕がなんかもうビールのサーバーがあっ
るのが見えたんで、うんうん、あじゃあとりあえず自分ビールでって言って、で投稿者さんが、あのコーラありますかって言ったら、コーラなんてないと、はい、で飲みたかったら店出てそこにある自動販売機で買ってこい。あいいですね。いいですよ。はい、でえそんなんあると思ってでえー、と思ってたら投稿者さんが、あじゃあ行ってきますって言ってバーって行ったんですよ。一人にしんといてって一人にしないでって思いながら、なんかこうあんまり店にも馴染めず、うん、こうちょっとぼーっと待ってるというか、でこう備え付けのテレビがあったので、それを見たりしながらちょっと過ごしてて、うん、そしたら名前はって聞かれて、ああのコータって言いますみたいな、なんてみたいな感じのもうすごいちょっと強気なおばちゃんで、はい、であすいませんあのコータって言いますみたいな、みたいな繰り返して、でなんかもうめっちゃピリついた感じもあったんで、うん、どうしようと思ってたら、そのタイミングでまた視聴者さんが帰ってきて、はい、あのコーラ350の缶じゃなく500のロング缶ありましたみたいな、いいそういうことみたいなちょっとお得でしたとか、今別にいいからみたいな、早く帰ってきてよっていうね、はい、もうこの謎の緊張感で耐えられへんかったのに、ね、うん、なんか柔らかい感じで帰ってきたんで、と思いつつ、でそうこうしてると、そのもうおばちゃんはその常連客の3名のお客さんとずっと喋ってるんですよ、うん、でなので僕もその投稿者さんもこう2人で、まあ、あたこうだちょっと喋ってる、うん、まあ、初めてお会いしたんで雑談交じりのなんかいろいろ話してるって感じだったんですけど、その状況でそのおばちゃんがその投稿者さんに、ちょっと待っててなって言ったんですよ、うん、で投稿者さんもあはいって答えてるんで、あれって思って、えなんすかって聞いたら、多分ですけど、その予約の時に、予約をして電話でしたんですけど、その際に霊視ができるんですかっていうのを聞いたと。あ電話で、はい、はい、で「あ何やしてもらいたいんか?」って言われたんで「あはい、ちょっとお店行った際にちょっと霊視してほしいんですけど」っていう話を事前にしてたから、うん、おそらくそれで「ちょっと待っててな」って言われたんだと思います。あはいはいはい、はい、あなるほどってなって、で、まあ、待ってたんですけど、うん、そしたら徳さんが「その霊視できますか?」って聞いた時におばちゃんの返しが「霊視できるかどうかは551だって言うって言うんですよ。551な、はい、はい、でえってなって、これの意味分かりますかって言われて、いや551って何やってなって、で2人で551とは何や、霊視できるかは551えってなって、考えてもいろいろ話し合った結果、おそらくこれだろうっていうのが分かって、それがちょっとすみません、関西人しか伝わらないかもしれないんですけど、おそらく霊視できる時がある時とない時があるっていう、551のなんかアイスキャンディーの CM があるんですね、関西に流れてる。あ551っていうアイスキャンディーがあるんですね。あそうです、蓬莱の、はい、豚まんで有名な、ああはい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 、はい、あそこのアイスキャンディーがあって、それの CM である時ない時みたいなのがあって、なので霊視できる時ができる時とできない時があるって意味で、ある時ない時っていう意味で551をって言ってたんじゃないかってなって、もうそれだってなって、なんかもうすっきりして、なんかオバジョークって思って二人でキャッキャってしてたんですよ。でわーってなんかそれですねって言ってたら、そのおばちゃんがこうパーって来て、じゃあそろそろ行こうかって急に言ったんですよ。でなんかあー急来た来た来たってなって、すごいですね、はいはいはい、で視聴者さんが、視聴者さんに言われてたんで、投稿者さんが、あじゃあお願いしますって言ったら、おばちゃんが、あんた一人子供流してるやろんって言ったんですよ。え、まさに今早口だったんですか。あんた一人子供流してるやろはって急に出したんですよ。でえってなって、で投稿者さんを見るとはいって答えてるんですね。であんたその子の供養とか先祖の供養とか何もしてないやろって言うんですよ。で、はいって東郷さんが答えてる。で、あんた一人息子おるやろって言ったら、はいって答えて、その息子たまにあんたもなんでかわからんような、何言ってるかわからんような、よくわからんこと口にするやろ、はいって言うんですよ。そういうあんたの周りで起きてる変なこと全部、もうこの嫌なこととかちょっとした問題とか、そういうの全部
その生まれてこれなかった子が起こしてるわって言うんですね。へえ、ね、なんかもう急に始まったんで、なんかちょっと店内もピリッとした感じ、はいはい、でえってなるんですけど、もう視聴者さんははいってもうなずくしかない、うん、で一言そのただあの最近ちゃんとしないといけないなと思ってお墓参りには行ったんですって言うと、あんた供養のこと何も分かってないと、はい、そういうのじゃないんやって言うんですね。私がこれからあんたに正しい供養の仕方を教えてあるから、これから毎日やれと、うん、その供養の方法っていうのが小瓶に水を入れると、うん、でその水の入った小瓶を白い布の上に置いて、はい、で東に向かって唱えろと、で唱える内容はこれやって言って、なんか白い折りたたまれた紙を統合者さんに渡してる、うん、でそれを受け取って大事そうに持ってる、で夜になったらその水を下げろと、うん、で晩ご飯作る時とかにお米炊く時にその水を入れたり、お味噌汁に入れて料理として出せと。へー、はい、でこれを毎日やれと、分かったかってなったら統合者さんもはいって答えてるんです。でそっからもうずっと統合者さんとそのおばちゃんがバーッと喋ってるんです、うん、僕としてはなんかその話をこう聞いてていいのかってちょっとなってしまうというか、そうすごくね、はい、あのプライベートな問題というか、はいはい、なったので、もうそっからの話はあまりこう聞かないように、うんうん、わざわざこう聞き耳立てて聞かないようにして、はい、なんかこうちょっと一人ぼーっと備え付けのテレビを見ながら待ってたんですよ。でそのぼーっとテレビ見ながら待ってたら、そのおばちゃんが今度あんた見たるわって言われて、はい、あ、はいお願いしますって言うと、あんたな車椅子なるわって言ったんですよ。はい、でえなんでよと思って、でなんでですかって聞いたら、動かなさすぎって言われたんですよ。でもそのちょっと思ったのが、さっきその名前聞かれたとか言ったじゃないですか、あんた名前なんて言うんやとか、あ、はいはいはい、その時にあの仕事何してんねやって聞かれてたんですよ、うん、で僕が仕事その IT 系の仕事してますとか、そういうなんか YouTube やってますとか、なんかそういう細かいことなんか言うのちょっと嫌やなと思って、うん、あのパソコン作業で細々とぐらいの感じで答えてたんですよ。なんかそれがあったから、あ、ちょっとまあね、デスクワークだから、はい、そこからね言ってんじゃないかと思いますよね、はい、でそこからすごい飛躍させて、うん、車椅子になるよ、なんかこっちとしてもえなんか事故に遭うとかじゃないんやってなって、うん、車椅子ってなって、で動かなさすぎってで気をつけやって言われて、はいってなって、であとはってなると、両親があんたのことを心配してるって言われたんですよ。なんか普通っちゃ普通、まあ親はね子供のことを心配するものですからね、はい、はい、でなんかちょっと薄い感じで、でもなんかきつめのことは言われる、でそれを聞いて、あ、はいってなって、なんか僕の時それで終わったんですよ。ほう、でえー、ってなって、なんかあんな視聴者さん言われてたのに、そうですね、なんか痛みを分け合えへんみたいな感じで、でそれ話が終わったんで、そのおばちゃんはまた常連客の元に行って、またいろいろバーッと喋ってると、で僕と投稿者さん残されて普通にこういろいろ喋るんですけど、うん、さっきなんか強めにわーって言われてたんで、僕もなんか何喋っていいか分からないみたいな、うん、っていうのもあって、なんかある程度パーッと喋った段階で、じゃあそろそろお店出ましょうかって言って、そうですねってなって、もうそのお店出ることにしたんです、はい、でお店出て、あの今日はありがとうございましたってなって、あ、いえこちらこそってなって、あのお会いできてよかったですっていう話をして、その日は解散したんです、うん、そっから1週間後ぐらいに投稿者さんから連絡が来たんですね、はい、で内容が、あのお伝えした方がいいと思うことがあったので連絡しました、はい、来たんですよ、ええ、で何ですかって聞くと、あの日私が言われてた供養の方法を覚えてますか、うんうんうん、って言うんですよ。でそれがその小瓶に水を入れて、白い布の上に置いて東に向かって唱えろ、でその唱える内容はこれだって言って私紙渡されてたじゃないですかと、うんうんうん、その紙の内容が気になったので家に帰って開けて読んでみたと、うん、そこに書いてある内容が、前に言ってた元彼が言う呪文みたいなのと全く一緒やったんです。怖っ、はい、って言うんですよね。でただそこまではまあなくはない話だと思ったと、っていうのもあの個人経営のお一人でされてる居酒屋で、そういうこうちょっとまあ宗教的な
団体に入られてて、そこの常連客の人とかもそこのつながりのある方が来てたとか、そういうのがあってもまあ別におかしくはないかなと。で別に元彼とつながりがあるとは思えへんと。なので、まあ、そう同じところに入信されてて、それで同じ言葉を唱えろって言ってるんだと思いますと。そこまではまだ理解私はあったんですと。なので当日気づいたけど連絡はしなかった。ただ今日電話がかかってきたと。誰から？おばちゃんから、はい、お店のおばちゃんから電話がかかってきた、うん、で内容があれから毎日やってるかと。はい、やってますって答えると、あんたも勉強したやろと。私はあの供養の方法とかをもう何年もかけて勉強してきた。あんたも勉強したいやろと。だからまた店おいでって言うんですね。でそう言われた時に、まあ、すごく怖かったと、うん、それがそういう勧誘を受けてるっていうことが怖いんじゃないって言うんですよ。あ、違うんですか。はい、っていうのが、私あの日言われたことあるじゃないですかと。あれ本当に全部当たってたんですって。私に生まれてこれなかった子がいること、今息子が一人いること、その息子が変なこと言うこと、私にお姉ちゃんがいること、そのお姉ちゃんの旦那さんがもうどうしようもないやつやってこと、もう何言われても全部当たってると。私あの店友人の紹介で行ってるんですよ。甲田さんって何でも見通せる霊視ってあると思いますかって言われたんですよね。なるほど。でその時に僕もなんか何て言ってあげたらいいかがわからないというか。でお電話どうされたんですかっていうと、あの誘われたことに関しては考えさせてくださいって言って、あの電話を切ったと。保留という形で電話を切った。ただ未だにあのおばちゃんから電話はかかり続けてるっていう報告がありました。急展開だったな。いや本当に僕もなんかこんなことあんのみたいな。ちなみに最初その甲田さんと投稿者の方お二人でその店行ったわけですよね、はいはい、その日のお会計っていくらだったんですか。それが1600円だったんです。めっちゃ安くないですか。ビール飲んで、はい、料理なんかも食べた。食べました。メニューなかったんですけど、そのカウンターの一段上がってるとこってあるじゃないですか、そこに料理がバーって置かれてて、あ、なんかこう作り置きがあってこう出してくれるっていう、はい、であの好きに取って好きに食べてって言われたんですよ。バイキング方式ぐらい で、はい、でビールも飲んで霊視もしてもらったのに1600円。はい、はい、なんならこれ食べっつって、なんか大きいタッパーに細かく入った炊き込みご飯のおにぎりもらったんですよね。あんた若いからいっぱい食べるやろって言って、もうそんぐらいなんかすごいサービス良くて、でお会計見たら1600円やって、なんか間違えてないってだったんですよ。でもなんかええやんええやんみたいな感じだったんですよね。うーん、なんか今思うとそこも、そうですね、はい、なんかそういうお金目当てじゃなくって、本当事前事業でやってる素晴らしい方なんだなっていうふうに思わせようとしてる金額設定なんじゃないかなとか考えちゃいますよね、はい、もうやっぱ何よりそのご投稿者の方はもうズバズバ、もうほとんど 100% というか 100% ですよね、はい、細かいことも全部当てられた、はい、で甲田さんに対しては2つしか言わなかった。そうなんです。しかもふわっとしたこと、はい、で僕もやっぱりいろんなこう力がある方とか、はい、やっぱこの仕事から会ったことありますけど、はい、正直もうそこまでピンポイントに全部言うっていう、はい、まあ本物の方はいますよ。ただ、はい、超本物っていうか、そこまで断定でピンポイントで当てる人、はい、一人でもいないです。あ、会ったことないです僕自身、はい、だからやっぱりどこか少し懐疑的な部分もやっぱあります、はい、だから言い換えると、そこまでもうビン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 こうピンポイントで当てるってもう無理だと思うんですよね、はい、なんかそのふわっとこういう方向性は見えるってことはいるかもしれないけど、はい、やっぱり断定的にすごい細かいことを当てられる、当てられたっていう時には何かやっぱ裏があるって思ってもいいのかもしれないですよね。うん、一人もいないです、はい、やっぱりその時はその雰囲気、お店の雰囲気もあってすごってなったんですよ。なるでしょうね、はい、でもしかするとこのお話を聞いてる方も
その人本物だすごいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。いや、その口コミでどんどん広がってきそうですよね。だって僕途中までもうそんなすごいお店あるの、はい、じゃあちょっと後でこっそりそのお店教えてくださいよ、俺もそこに取材じゃないけど、はい、聞きに行きたいですよって思ってましたもん途中まで。今なんか一切思ってないですよ。そうなるとその投稿者の方に紹介したお友達、はい、って方もだから全部情報を与えてて、でその方もその、まあ、ある意味その宗教じみたものの信者なんですかね。もう投稿者さんがおっしゃられてたのはやっぱり友達と宗教の話ってしないじゃないですか、はい、って言われた時に、ああもうなんか何とも言えん気持ちになるというか、なのでやっぱそういうことになってくるのかなというか、もう誰が何に入っててもわからないというか、うん、なんかもっと考えるとその元々のね元彼が不思議な呪文を唱えてたみたいな話ありましたよね、はいはい、その元彼がそのやっぱお友達だから、はい、投稿者さんの、はい、なんかそこにそういうお店のことをなんか教えて、あでなんかその方もそれを知ってその信者になってみたいな、なんですかね、とかなんかいろいろ考えちゃいます、はいはい、し、そうじゃないとしたらやっぱり偶然だとしてもやっぱいろんな方がやっぱそこにもういて、お金とか結構払ってるんですか、その元彼とかは払ってたんですか。いやそれが、ま、もうそれが始まった一気に入ったっぽくて、やっぱそれぐらいのこう衝撃的なことを当てられたんでしょうね、当てられたというふうに思ったんでしょうね、はい、ただ何が目的なんでしょうね、なんですかね、献金みたいなね、はい、お布施みたいなことでたくさんもお金をもらってるのか分かりませんけど、はい、実際その何て言うんですかね、元彼の方がおっしゃられてることとかそういうのはそのなんか団体というかその宗教団体は結構大きいところで、なのでそのものすごいカルト的な少人数のところのあれがたまたま今回の話に出てきたとかじゃなく、割とその東郷さんの住まれてる地域がそういう方、ね、はいはいはい、まあ、結構大勢いらっしゃるようなところで、はいはい、なのでまあ地元の友達、地元の元彼、地元のお店、あ、まあ、今思うとっていうことみたいですね。いやちょっとその急展開すぎて、なんかずるいわ、途中とかなんか小粋なちょっと楽しげなトークでちょっとギャグなんかも挟みながら、やっぱね関西の方だからと思って楽しく聞いてたんですけど、ゾワゾワゾワってもうすっごい鳥肌立ちましたね。ああすいません、いやありがとうございました。いやすいませんじゃないんですよ。はい、皆さんねいかがだったでしょうか、ネオホラーラジオさんですね、まあね、いろんなこうオカルト関係そして未解決の事件なども含めてですね、そもそものこう見解で、まあ、こうラジオ形式でですね、はい、まあ、いろんなことをまあ紹介するというね人気チャンネルです。皆さんぜひですね概要欄貼っておきますのでチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。いや怖かったですね。 ありがとうございます。よかったです。またぜひお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。というわけでゲストはネオホラーラジオのコウタさんでした。ありがとうございました。